山田村大論争。はい、毎度山田村のママチャリと山田村のうわデーモンです、あいつやばい。ということで本日第1回目となる山田村大論争始まりました。ああ、まあ名物企画ですよねこれは。名物企画になるでしょう。趣旨を説明すると、まあやっぱバイクに関連するまあいろんな議論があるじゃないですか。あるね、あのショートケーキのイチゴは最初に食うのか最後に食うのかみたいな。飯ショートケーキそれ。とちょっと私が調子が悪いですが、だからね、今みたいな感じで、まあ、バイクで例えばね、大型がいいのか中型がいいのか結論はみたいな、はいはい、まあ、いろいろあるじゃないですか、毎日毎日ありますね。まあそれを、まあ、僕らこんな学生お金なし端くれライダーですが論争ディスカッションしていこうというものでございます。なるほどなるほど、ディベート大会ですね、うん、私大の得意でございますよ。そうそう、でまあ回を重ねるごとにつれて私たちのこの会話の能力も上がっていくという、まあ素晴らしい企画になっております。一石二鳥ね、聞いてる人もちょっと興味のある話題でもあるし、俺らの成長も楽しめる。ありがとうございます。そういうこと、だから皆さんどんどんコメントしてくださいね、自分の意見は。なるほど。ということでまず第1回目、記念すべき第1回目のテーマは、はい、バイク反対する親どういう気持ちなんだろう。これ永遠のテーマでもありますよこれ。そうですよね、バイク乗り始めるってなったら絶対、まあコストって大人になってからやったらまあ自己判断でね、家族に言われるけど親は別にあんま言えてこないですもんね。うん、学生の皆さんも多分多いと思うんで、やっぱりお金とかそれない前にまず親の許可がもらえるかどうか。そうなんです、それがまあバイク乗る第一関門でもあるわけですよ。まあ基本的に親はそんな大賛成のやつは少ないと思うんですよ、少数派なんですよね。いないいない、そんなのいないいない。多いパターンとしてはお父さんは許してくれてるけど、はい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 、やっぱお母さんはそんなん、やっぱバイクとか車別に興味がないから。そうやな、そう、乗る意味がわからんみたいな。まだおかんがバイクとか乗ってたらいいと思うけど、乗ってないからね大体。だからまあ実際にレーモンさんはバイク購入、初めて購入されて結構親と揉めたんですよね。だいぶ反対されましたね。で、お父は、音はまあまあ別にそんなことはなかった。あ、やっぱそうね。自分のお金で買うなら全然いいよと。ああ、そうなんやね、やっぱり。おかんがもう、どえらかったね。で、しかも俺の、その原付は、その、姉が原付を乗ってたから、あ、その関係で原付ならいいよと。ああ、なるほど。だから最初原付やったね。ってなってんけど、まあ、マグナ見たときはびっくりしてたけどな。お前これ原付なんかって。何これみたいな。まあ、まずなんかその、親の反対理由として、まあやっぱ一番は、危ないってことやんすね。そうなん、危ない。まずはそれ。あ、まあ、でも、お母さんら乗ったことあんのかって感じなんですけど。おかんは、でも俺のおかんは原付でこけたことあるらしい。ああ、そうなんや。いや、運動神経なさすぎやけどな、原付でこけるて。間抜けやろ。だからなんか、俺、事前に調べたら、車とバイクの事故率、おう、そもそも、まあまず保有台数が全然ちゃうから車の方が事故は多いねんけど、うん、それにしてもその車のバイクと事故率比較しても死者数がまず車の 7.5 倍多いらしいね、バイクは 7.5 倍、うん。まあそりゃそうやな、うん、重傷者は10倍ぐらいを違うねんて。まあそりゃそうやな、むき出しやもん。だからまあなんか計算で言うと1万人に1人か2人はやっぱり死んじゃうらしいんですよ。ああ、まあまあまあ、うん、まあかなりの確率結構そうやな、まあ、だって車運転してる時よりバイク乗ってて、ああちょっとヒヤリハットなシーン多いもん。ああ、まあ確かに実際俺ら乗り始めて、まあ動画上でも何回か出てるかもしれんけど、その結構な、おいみたいな、危ないよな。そう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 、車より断然多いからな。ああ、まあそういう多分一番の理由は多分それだと思うんすよ。はいはいはい、まあこうやって数字出したらちょっとディスカッションになるやろこれ。ディスカッションっぽいな。ああ、ディスカッション生きてくるやつは大体数字攻めしてくるから。そりゃそうや。最大の根拠やから。で、まあもう一つなんかデーモン反対された時に言われたのは中高をやめとけって言われたんですよね。 それなんですよ、一番でかかった理由は。ああ、そのおとんもおかんもどっちも中高はやめとけってのがでかかった。あー、おとんも言ってきたやん、それは。そうそうそう、まあマグナ見てるから。
あー、そう、クラブマンの時に言われたやん。そう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 、はいはいはい、なるほどね。でもどうなんやろな、この数字はちょっと調べてないけど、その学生というか初めてのバイク買う人の割合で多分圧倒的に中古買う人が多いやろ。まあ中古やと思うけどね、大体は。多分だから親はその車の感覚で多分新車って言ってんのやと思うね。そう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 、車はやっぱ圧倒的に新車が多いけどさ。そりゃそうやな。あ、でもバイクってやっぱ中古がやっぱり多いんじゃないの。いや、どうなんやろな。でも中古の方が割合としては多いと思うけど、うん、まあ、これ多分数字出したら分かると思うけど、中古か新車の事故率とか、あの、割れちゃう見たら分かるんじゃん。これまたいろいろどっちが危ないかどうかとか、いろいろお前テロップこれ調べて入れなあかんで、ね、そのたびに。ただでもそのこれもまあ議論になると思うんですけど、その新車か中古かみたいなとこあるよな。バイクはそりゃ新車買えたら新車の方がいいと思うけど、乗りたいバイクが、まあ、な、乗りたいバイクが現行車じゃない場合もあるやん。そうそう、そういうこともあるよな。そうなんですよね。新車で別に俺も CB450 買えんやったらそりゃ新車買うで、うん、ちょっと高いから出しても。ただまあないからな、やっぱ絶版っていうのが多いからバイクは。そう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 、だからその絶版のバイクをに乗るっていうのがその感覚がわからんや、親からしたら。そうやろな、中古って聞いたらまあちょっとマイナスイメージしかない感じなんやろな。そう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 、壊れやすいとかそういうパターンがやっぱり多いんちゃうか。で多分その危険っていうのもあると思うんですけど、やっぱ若い時のバイクってより危険や。うん、確かにね、大人なよりも多分危険やな、うん、無茶しやすいし。そうそう、事故のやっぱ主な原因が多分スピードとか出しすぎとか、その安全確認とかできてないとか、もう若者が欠如してるとこ全部や間違いないな。やっぱスピード出したくなるし若いと、うん、でまあ何人かで走ったり彼女乗せてたりしたらちょっと安全確認を怒らったりさ。じゃあ二欠とかも多分その事故の原因もだいぶあれちゃう、大きくさせてんじゃん。だからまあその買う時の用途にもよるけどな、その足でもめっちゃ使うっていうんやったら、あ、それはやっぱなんか通勤時間とかの方が絶対事故率上がるし。確かに。あんなんだって俺らは3年ぐらい乗ってる俺らでもさ、通勤時間なんてよう乗らんやん。乗らんな。まあ確かにそういうのもあって親は大反対するんだろうな。そういうことやな。こっからはどう説得したのか、デーモンが。まず免許買ってに乗ったな。なるほど、免許を先に親に黙って取ったんや。そう、俺親に何も言わんと免許取ってん。あ、そうなんや。で、取って、免許取って、おとんに免許取ったわって言って、次バイク買うって言って、で、お金貯めた。現金一括で俺、このバイク30万やねんけど、30万貯めて、これで買うからって言った。もう全部事後報告。なるほど。で、まあ自分で全部やってるから、そうやったらまあしゃあないやろって。そうそうそう。で、もう保険とかはまあ、一緒。もうなんか、許してもらったというか、で、親からしたら、ローンはもう論外やから、まあな。ローンするやつらお金は加算し、みたいな感じだったから。そのさ、その、自己報告した時に、お父さんはあれやとして、お母さんはどんな反応やったの？お母さんはもう、みたいな感じだった。あ、でも、俺がその、中型を買うとは思ってなかったから、そんなだから、そんな、まあ、驚いてはいたけど、怒らんかったんや。そうそう、怒りはせんかったな。皆さん、一個の方法として、今みたいに、デーモンみたいに、もう自分のお金でちゃんと自分で取りに行って事後報告。そう、事後報告一つの手でもあるかもしれません。一番多分一番いいのは事故報告やと思うけど、そうやね。ただでもバイク買うのを事故報告は良くないと思う。まあそれは確かにな。保険や、保険があるから。どうすんねんとかいろいろ問題あるし。そう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 、そのバイク買うまでの熱意をな、事故報告で伝えるのはありかもしれない。だからいかに熱意を伝えれるかやから。そう、でも覆せへんぐらいのお金を所持してるかや。買えるよもうみたいな、買えるからっていうぐらいのやつじゃないと、俺もローンで買うのはおすすめせえへんしな、やっぱり。まあでも学生多いやろな、ローンが。そう、だって結局そのローンで買って何年とかにして、その例えば5年とかにして5年も乗り続けるんかって聞かれたらまだ分からんやん。そうよ、やろ。そうそう、やっぱな、もう一個だから親があるのとしては今の話じゃないけど、乗るんかっていう、ほんまに。そうそうそう、ほんまに乗り続けるんかっていうのがある、うん、若い時に乗ってて乗らんくなった率
まあこれもちょっと調べてもらいますけど多分社会人とかなるそういうタイミングで乗らんくなる人めっちゃ多いと思うんですよ。間違いないな、うん、仕事が忙しくなってとかな、うん、だからそう考えるとやっぱ18、まあ16に免許取れるけど大体まあそんな今高校乗られへんとこ多いからさ。そうやな、大学入ってとかやな。だから大体18に取りに行ってまあ乗っても4年間やろ。そうやな、大学4年間乗って4年やな、ってなるとな。まあ確かに親の意見もわかるよなって感じやな。そう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 、安全面とかも言ってくれるし、まあ多分全部俺らのためを思って言ってくれてるもんな。大体親正しい。そう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 これまあおじさんたちはわかると思うんですけどこれ若者ライダー言ってきますけど、これ親大体正しいんで、こういう時大体親正しい親は間違っていて、まあ言わへん。その今は納得いかんくても後々、あ、これやっぱ正しいわってなるからそう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 、多分自分に娘息子ができた時にバイク乗りたいって言ったら、それをな、バイク乗ってたからとはいえ推奨するかどうかっていうのはまた別やもんな。まあそりゃそうやな、まあ俺はめちゃめちゃ推奨するけど、ママチャリはでもパパもバイク乗ってるからあれな、そんな反対じゃなかったよな。俺はマジで特殊で親にバイク買えって言われたパターンなんで言うてないな俺結局安全面と金銭面じゃん。いや、そうやな、やっぱそこの2つをいかにやっぱ考えるかやな。そう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 、やっぱり乗ってないからまあ安全面はやっぱ分からん、うん、分からんと思う。やっぱりだっていかにさ、いや絶対事故らんからとか言ってもさ、うん、事故るやん多分説得力ないしな。ああ説得力ないで、事故らんからとかは。で多分乗ってもないのに事故らんからとか言ってるやつは多分やめといた方がいいよな。うん、そんな乗る前から自信あるやつはもう多分やめといた方がいいよな。うん、バイク乗るときって俺結構決めてんのがあって、お自信持たんようにするみたいな。あ、マジで自分の運転に、うん、結構それ決めてて、お多分最初の1年ぐらいは自信ないからゆっくり走ったり、あしてたしてたするから、うん、まあこけたりとかはあっても大事故は多分ないな、あんまりないな。だけどそのやっぱ一番ヤバいのは慣れてきた2年目とかの時にやっぱスピード出してるようになってきて事故るっていうのがやっぱ多いと思うから。せやな、それをもう乗ってもないのに自信あるっていうのは良くないね。確かにちょっと危険信号な感じはするけどな、俺の意見としては。あー、はい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 、これでも普通ディスカッションってあれやんな、どっちかの意見分かれさせよな。そうやでディスカッションではない。だからもうニュー朝のニュースキャスターみたいな感じだ俺ら喋りが、報道番組的な。あーちょっとよく分からんけど、それぐらい撮ってんねやろ。いやー20分ぐらいちゃう、割と。でもなんか口の感じはほんま1時間ぐらい話したぐらいになってるけどめっちゃ喉乾いてんもん俺口もバッサバサやで。バッサバサ俺も。まあ僕ら別にあの乗るなとは言ってないんで。そうやね、逆に言うと乗ってほしいんで。乗ってほしいよな。いっぱいの人に乗ってほしいから、諦めずにな、やっぱ金銭面と安全面をちょっと対策を考えて、うん、乗ってほしいよなマジで。まあでもあれにもよると思うけどな、その子にもよると思うけど。ああ確かに、その乗りたいって言ってるやつな。そう、育ちっていうかさ例えばそのめっちゃヤンキーな子が俺バイク買うわみたいな、まあそういう子の親はもうどうしようもないと思うんだけど、今までなんかヤンキーに紛れてバイクに乗るみたいな感じで、ああなんか例えば理由がやんちゃな友達が乗ってるから、そう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 、俺も乗りたいねんとかやと、そう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 、ちょっと親からしたら確かに友達と遊んでさせてあげたいけど、うん、その一緒に走るのは危ないんちゃうかっていうことやろな多分。そういうこと、そういうこと。まあでもどういう理由ででもバイクって買うんやろうな。俺はでもお前に買え言われたから買ったけどな。ああまあそうやけどだからお前のパターンはさっき言ったパターンや、友達が乗ってるから。そうやな、俺も乗りたいみたいな感じ。うんうん、そんなパターンやろ。なんかその昔はマジでそのヤンキー漫画とかさ、 GTO とか、それこそあの舘ひろしとか乗ってたからさうんうん、うん、そういうやっぱかっこええやつが乗ってたから乗りたいっていう理由が多かったと思うけど。確かに今はどうなんやろな。だって別にもうバイク漫画とかないやん。うん、やし大体あっても今はもう暴走族のやつやん。うん、そうやね、そのイメージが出たいな。うん、そう悪いイメージのやつしかないから。うん、何にな憧れて乗るんやろって感じではあるよな。だいたい人の影響やと思うけんなちなみにまだ乗ったことない人に言いますけど、別にバイク乗ってもモテませんよバイク乗る理由にモテそうやからっていうので始めるかもしらんけど、あのバンドとかと一緒で別にモテないですいやいや、そういう人によるやろまあな、結局そいつ次第やけど多分そいつはモテるやつは元から多分モテるような性格
確かに。ビジュアルやからモテてるだけで。例えばバイクに乗ったらモテるんじゃないな。そうそう。今まで全然バイクにモテてないやつがモテるとは思われ。確かに。大体だからさっきも言ったみたいな女性はバイクに関して何の興味もない。ないな。その女性と遊ぶ時もバイクで行ったりしても何も多分響いてないんで向こうは。響かんな。逆になんでバイクで来たんってなって感じだろ。そう。こっち側としてはもうかっこええ格好でブーツなんか履いちゃって。なあ、んでカッコつけていくけど女の子にはそんなんもう響かんな。うん、逆に車ちょっとカッコいい車乗ってる方がいいわな。そう、多分付き合ってる相手とかやったらほんまにデートで100キロ先のところにな、デートしに行くとか観光地デートしに行くときに、うん、バイクで来られたら多分はーってなる。あら、そうやな。髪の毛巻いてんのに、うん、なんでそんなしんどい思いして、ほんで髪もセットしてきたのに、服もそういうやつで来たのに、なんでそんなバイクで乗らに行かなかったっていう。この辺は皆さん多分誤解してるかもしれませんね。うん、勘違いしたらかんな。今からバイク乗ってよっしゃ誰か女の子乗っけだろうってのは甘いよな。まああとはまあ皆さんのねコメントでまた議題をねちょっと盛り上がっていただけたらと思います。うん、自分が学生時代どういう理由で乗ってどうやって親を説得させたかとか、うん、それ気になるわ俺も。みんなどうやって説得させたんやろ。確かに。だからちょっとねこれもまた、シリーズか第2回第3回でやっていきたいと思います。シリーズか、ということで第1回もう山田まだ大論争。親はなんでバイク反対するの、まあ、以上思って議論終了ということで、はい、それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。Bye. でもさ、自分がさ、親になってさ、子供がバイク乗りたいって言ったらめっちゃ嬉しいな。あ、子供が？うん。ああ、そら嬉しいわ。ちょっと嬉しいよな。うん。だから俺は、一応今んとこもおっさんならまあ乗りたいよってやけど、うん。やっぱいつかはちょっと子供と走ってみたいなとこあるもんな。あの、二十歳だったら酒飲み、一緒に酒飲むとかじゃないけど。ああ、うん。うん。免許取ったら乗りたいよな。うん、わかるわ。うん。ちょっとバイク乗りたい夢かもしらんな。